至上主義を掲げ、その研究し尽くされた完璧なパフォーマンスによって観客を魅了し続けている K-POP カバーダンスサークルです。その魅力や実力はもちろん早稲田内だけではとどまらないようで、今年の夏に行われた大学対抗の K-POP コピーダンスユニット日本一決定戦ではガールズの部、ボーイズの部ともに優勝されているんです。さすがですね。おめでとうございます。おめでとうございます。ブリッケルさんがこういったオムニバス公演に出演されるのはレアですから嬉しいですね。そうですね。今回はパープルキスのナーディ、ドリームキャッチャーのオッドアイの2曲を披露していただきます。トゥインクルは衣装だけでなく本家のダンスや表情の癖まで意識されているらしいんです。観客の皆さん、これはもうアイドルのライブに来たも同然ですよ。高橋さん、ここでトゥインクル界隈で噂になっていることがあるんですけどね。もう噂ですか。はい、今回のパフォーマンスではパーカーやメガネを使った可愛らしい振り付けだったり、ステップを少しずつずらすカノンを取り入れた印象的な振り付けがポイントなんですって。もうそれは目がいくつあっても足りないですね。はい、各界隈の皆さん、推しの YouTube 動画の鑑賞で養った観察力をここでみんなで一緒に発揮していきましょう。それではトゥインクルの皆さんです。どうぞ。I'm a freaky puggy, puggy puggy. I'm a pretty psycho.
2022年10月11日火曜日、大熊講堂におきまして、早稲田文化芸術週間2022大熊ライブが開催されました。トゥインクルさんも大熊ライブに出演されました。大熊ライブ開催のご案内です。また、トゥインクルさんは2022年8月に開催されましたユニ KP2022 ボリューム5におかれまして、ボーイズの部並びにガールズの部両部門とも見事総合優勝を果たされていらっしゃいます。